ドン始まりました。サクライターの猛烈ドラベルということで、現在長崎県長崎駅に来ております。今日はここからね、ある観光列車に乗っていきたいと思います。ということで、その様子についてこれから見ていきましょう。それではホームに上がっていきます。はい、ということでホーム上上がってまいりました。本日乗っていく列車、こちら二つ星4047という観光列車です。もともとは鹿児島地区隼人の風として運用されていた車両、その車両をリニューアルしまして、こちら長崎の地区で走っております。白塗りのかっこいい塗装ですよね。ということで車内に入ってまいりましょう。はい、ということで車内に入ってまいりました。車端部にはボックス席があり、その後2対2の4列シートがあります。その次に窓側を向いたベンチシートが設置されています。そしてこの次にまたこの2対2の普通の席が並ぶような形です。ハヤトの風時代はフリースペースとして使われていた場所っていうのが、このベンチシートが設置されているような場所となっており、このベンチシートの場所は比較的窓が大きかったです。で、今トイレとこれ荷物棚ですね、ちょっと収納が少ない部分もあったので荷物棚が設置されています。失礼します。すげえ。ここは席なの？ある列車やん、もう。はい、ということで、現地のね、彼も言っておりますが、ある列車、これは今ラウンジにいます。で、今これちょっと商品を買う人が並んでらっしゃるので、ちょっとあんまり見えてませんが、後でまたここは詳しく見ます。カウンターの前にはラウンジ40で販売されているものが置いてあり、その隣にはジュースとかビールとかが置いてあります。このみかんジュース後で飲みます。その時に味とか紹介しますね。で、今ここ立っている通路なんですが、この通路かなり狭めなんですよね。結構人が動かすのが難しいような感じでした。で、運転席もこのリニューアルは全くされていませんでした。で、これは今3号車を歩いております。で、この3号車も基本的に1号車と作りは全く同じで、これ確か凍結する日としない日があって、その凍結多分しない日とかだと、このどっちかの号車切られるというような感じです。本当に全く作りはほとんど一緒なんですよね。違う場所っていうのが特になかったと思います。で、特に違う場所といえば車端部のこの部分、この部分がさっきはボックス席だったんですけど、このように椅子が2脚置いてある、右側というか、その窓側向きの席ということになっておりました。これ1号車を見つけましょうか。かっこいいっすね。長崎駅を出発すると、まず長崎市街を見ることができます。現在見えている山、これが稲佐山です。この稲佐山の山頂からは長崎市街を一望することができ、夜になると夜景がとても綺麗に見られます。ここで列車から初めて海を見ることができます。これ見えているのは大村湾です。列車は佐世保方向に向かって進んでいきます。この長崎本線の支線は大村湾に沿って走る区間があり、特に海を埋め立てて作られた部分は鉄道写真の有名なスポットと、さらに海をよく見られる場所となっております。二つ星4047から見られる大村湾の景色をしばらくお楽しみください。
ました。諫早現在諫早、はい、ということで現在今諫早駅で運転停車みたいな形で停車しております。これキハ147っていうんですね。リニューアル受けたやつだと多分100番台をつけるみたいな感じになってるんだと思います。で座席はねこのように横向きになっているシートがあったり、普通のまあこういうクロスシートがあったりとか、こことかも横のベンチシートですね。これ真ん中はねラウンジ40っていうらしいですよ。ラウンジ車両ですね。こちらこの2つ星4047のキハ40部分、ここはラウンジだそうです。で当駅諫早で15分の運転停車がございます。後ろからやってくるシーサイドライナーに追い抜かれるんですね、うん、シーサイドライナーがやってまいります。なのでこれ乗れば少しちょっとだけ先行くことができますね。だから走ってくる車両っていうのを通ることができます。次新大村に止まるんで確かこの車両なんで、新大村まで先行することができますね。列車は諫早駅でシーサイドライナーの対比を行いまして、大村線を北上していきます。列車は現在西九州新幹線の車両口、大村車両口の横を走行中です。この車両基地には西九州新幹線の全4編成が在籍しており、この場所は西九州新幹線を支える縁の下の力持ちのような場所となっております。この大村線には大村車両基地駅という駅があり、この駅はこの車両基地の真横に設置されています。それも設置された日が2022年9月23日ということで、この西九州新幹線開業の日に誕生した新駅ということになっております。はい、ということで千綿駅到着いたしました。いや、ご覧ください、この光景、すごく、この風景いや、この風景すごくないですか。目の前が大村湾です。いや、すごいですね。大村湾は有明海とは違ってそんな下しか潮の満ち引きないんですよ、ね、この大村線はずっとこの大村湾に沿ってこう線路が伸びています。そのため、ここ何駅かでこういう海の近くなんですが、この千綿駅は本当に海がすぐそこっていうか、もう海ですぐそこ、もうそこ海なんで、もう実質あの海の上にいます。そんなような感覚にさせるような駅です。ということで写真とかね撮りながらまた旅を再開したいと思います。この駅では停車時間は約10分なので、結構急ぎ、結構ハイペースで写真を撮らないと間に合いません。駅舎とかこの景色を見れるような場所では、このように今ちょっと聞こえてるかと思うんですが、このように鐘が鳴るんですよね。この鐘が鳴ったらもうすぐ列車に乗った方がいいです。これ鐘鳴ったらもう乗らないと、あ、乗り遅れますね。ということで乗っていきます。西洋風の建物が見えてきますと、列車は間もなくハウステンボスに到着いたします。はい、現在停車しているのはハウステンボスです。このね、ハウステンボスまで来る特急列車というのも設定されております。783系のハイパーサルーンで運転されています。
で、この駅での停車時間はわずか4分。なので写真撮ったらすぐに戻らないといけません。でもね、この駅でも、鐘が鳴らしていただけるので、その鐘が鳴ったら急いで戻るというような形になっております。まあね、急いでハウステンボス見るとなると、こっち側にちょっとウィアドがあって、これが確かフォレストビラって呼ばれる一棟出しの建物を貸してくれるようなところで、で、こっち側にここにホテルがあって、こっち側にテーマパークがあるはずです。間違ってたらごめんなさい。いやすごいですよね、これね、こう見るとやっぱすごい、なんかハウステンボスって本当にハウステンボスの目の前に駅があるっていうのはやっぱすごいですよね。なんかどっかのいろんなね、日本全国地にテーマパークありますけど、こんなにテーマパーク近いところないんじゃないでしょうか。まあそれはね、規模を考えたらまた別なんでしょうけど、でこの橋でつながってるんですよね。この橋をずっとまっすぐ行くとハウステンボスの入り口です。もう出ますね。はい、ということで、列車乗っていきまーす。ここで忘れていたちょっと座席の紹介をします。で今、これ手で触っているところ、これがサイドテーブルですね。テーブルはこれしかありません。で、一応ペットボトルとか置くところはあるんですけど、深さがあるわけではないのでちょっとグラグラ揺れます。で、肘掛けところから、テーブルは出して、リクライニングボタンは右手のところですね、にあります。で、こんな感じで木の作り、水戸岡先生の作りとなっておりまして、窓側にはこのように窓を一応開けることもできます。これは多分キハ40っていうか47のところから変わってないと思います。で、続いてですね、これ、カーテンで、カーテンはこの800系新幹線とかと近いような作りとなっておりまして、この今手で触ってる人差し指の部分ですねは薄くなっているので、カーテンをかけてこのシェードを閉めても外の景色を見ることができます。さらにこう上にはちょっと西洋をイメージするような作りとなっておりまして、網戸はこう普通の網戸でしたね。で、天井とかもやっぱすごい豪華なんですよね。こう見ていただけたらお分かりになるように。窓枠なんですけど、これ普通の 500ml のペットボトルなんですけど、これがちょっと出ちゃう感じなので、窓枠に何かを置くというのはちょっと厳しいかもしれませんね。ということで以上、車内の設備のご紹介でした。はい、ということで列車は間もなく廃棄駅に到着いたします。先ほど諫早駅で快速シーサイドライナーの待避を行いましたが、廃棄駅では今見えている特急ハウステンボス緑号がこの列車の待避を行います。だから快速には抜かれるんですけど、特急は抜くってことですよね。これがまたなんか複雑な運用となっておいて面白いかなと思います。博多方面からやってきた特急緑号の入線を待って、この列車は廃棄駅を出発していきます。そろそろラウンジも空いてきたと思うので、ラウンジへ行ってみましょう。はい、ということで、まあ、カフェ車両っていうんですか、まあ、ラウンジですね、ラウンジ車両にやってまいりました。で、今これオレンジジュース、柑橘ジュースっていうんですかと、これ、これね、まあ、グッズです。グッズ、まあ、何買ったかっていうと、これキーホルダー、これをねお土産に買って帰ってあげようと思います。まあ、これはお土産です、完全に。で、これは今から飲みます。これやっぱ40を改造したってこともあって、ここ開くんですよね。すごくないですか。でもやっぱこのスマホ動くんじゃない。あ、動きた。まあ動くのと動かないのがあるんだと思います。もしかしたら硬いだけかもしれない。すごい、あんまやりすぎると壊れちゃうんで、いや、今壊しちゃったら危ないね。ということで、これ飲んでいきたいと思います。現在列車は有田駅を出発し、次の停車駅はいよいよ終点武雄温泉です。パンジュースの味の感想なんですけど、
なんかみかんを思いっきりギューッと濃縮して作られてるので、やっぱりすごいみかんの味なんですよね。あのちょっとイメージしにくいかと思うんですけど、 JR 東日本で販売されているあのリンゴジュース、 100% のリンゴジュース、あれのみかんバージョンみたいな感じがしました。すごいね、とても美味しかったので、他のものもね、ぜひ、今度乗るときは食べてみたいかったりね、飲んでみたいなって思いました。まもなく終点、武雄温泉に到着いたします。緑の使うホームに入れない、リレーカモメの使うホームに入れないんですよ。さっきの新幹線と接続する、さっきその排気で抜いた緑号が そこに入るので、この列車はここに入るしかないということです。ね、今やっとドア開きますから、接線だったっていうのが、接線って言い方ないんだけど、はい、ということで到着いたしました武雄温泉です。で、先ほどね、目の前と通っていった新幹線、あれですね、折り返しはあの赤いやつなんで、まあ東海道山陽新幹線でいうと光ぐらいの速さのカモメ号となるようです。で、二つ星4047乗ってみた感想としましては、すごい快適ですよ。でもね、やっぱ大村湾のあたり走る、特に大村線走ってる区間は景色は本当にすごい良かったです。で、あの長崎本線のあの支線走ってる時も景色良くて、ずっと海っていう感じです。で、山側は山側でまた別に景色綺麗だったので、ぜひついこの前ね、9月23日に運行開始したばっかりの列車ですので、ぜひ皆さんも乗ってみてはいかがでしょうか。で、車内もとてもやっぱその木目調というか、やっぱ水戸川先生のねあれになってて、やっぱ木とあの金箔、多分金箔だと思うんですけど、あのロゴの金箔の部分っていうのはすっごい良かったです。ということで、そろそろね、列車も着きましたので、この動画はここら辺で終わらさせていただきたいと思います。この動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。